工場勤務38歳男性です。先日休日に同僚の急な予定で今日の勤務変わってくれと上司から電話があり、他に代われる人員がおらず了承、出社したら上司からしばらく彼の班で仕事してもらうからと適当に言われたので、明確な経緯を説明くださいと強く言ったら、そんな言い方ならもう今後お前に仕事は頼まない、仮にお前の身内が真相になっても誰も仕事変わってくれないぞと言われました。最初に確認しない私もあるけど、上司の言い方についてイルクさんどう思いますか。まあ短期なんじゃないですか。あの無能な上司の場合って、無能な上司をすげ替えて自分が出世できる可能性もあるので、とりあえず仲良くしておいた方がいいですよ。要はあの揉めても別にメリットはないんですけど、あ、無能ということはこいつを外して自分が上に上がれる可能性があるなっていうことなので、なのでうまく利用するといいんじゃないかなと思います。ではその変わってくれた人は気持ちよく働かせた方が、まあ、会社としてはメリットあるわけじゃないですか。なので気持ちよく働かせて適当に口から言っときゃいいのに、それすらできないっていうことであると、多分全体を見て的確な表現をするという人ができない人なので、なのであのそんなにこうあの出世コースに乗って上がっていくってこともないと思うので、なのであのそのそこのポジションを奪い取るぐらいな感じで働けばいいんじゃないかなと思いますけど。